はい皆さんこんにちはアンジですいつも動画見ていただき本当にありがとうございますはい、えー、今回はですね10歳若返る血管マッサージということで,ですねお届けしたいと思います まあこの内容はですね先日大阪日日新聞主催のですね、えー、健康美容フェスタでですね、まあ、参加した時のですね、健康セミナーの内容なんですけども、まあ、そのイベント終わった後もですね、この血管マッサージが気になるっていうことで,です、ね、問い合わせ結構いただいたんで、まあ、今回こちらの動画でですね、お届けしたいと思うんですけども、まあ、老化を防ぎたいなとか若返りたいなとか血管マッサージで何だろうと思われる方はですね、是、ま、非、あ、最後まで、ね、見ていただけたらと思います。 まあ今回の内容はですね、まあ、セミナーのですねこういうレジュメがあるんですけどもそれにまあ謎でですね解説していきたいのとあとまた補足も入れていきたいと思いますまずですね僕はですねまあことででですすね、ね。僕は考えてるんです、ねまあ、こういった仕事してるからこそなんですけども、まあ、なるべくなら老化速度を遅くしたいとかですね若返り代健康を保ちたいとかです、ね、いろいろ考えてると思うんですけども、まあ、僕のお店ではですねこの人生ですね老、まあ、いとの戦いということでですねいつ,いつもねお届けしたりしてるんですけども、まあ、僕はですね 僕の生態院のコンセプトはですねいかに老化速度を遅らせるか若返らせることができるかっていうことでですねテーマとしてですね僕はいつも配信したりとか施術をしてるんですよねこのセミナーの中でもですね老化は何歳から始まりますかという問いかけから始まったんですけども、まあ、今回ですね動画なんでね答えをクッと言いますけども20 30代代後半から30代ってて言われてるんですねそこから老化が始まるっていうことなんですけども結構ねこれ皆さん知らなかったんですね。えそんんなな早いんだととかかですねちょっっ驚きを隠せなかったんです ですけども、これですね年齢ごとにですね、これ老化の出る症状ってあるんですよね。で、これ簡単にですねお届けしますと、20代後半から30代というのはですね、この皮膚のコラーゲンや エラスチンのですね減少から始まってですね細胞の再生がやや鈍化するっていうことなんですねそこから小さいシワとかですね乾燥が現れるっていうのがですね20代後半から30代これがですね老化が始まるっていうことなんですけどもでその次がですねまあ、40代としてですねまあ、代謝率が低下してですね筋肉量が減少するのが今40代まあ、ここら辺からですねシワやシミが目立つようになって髪の毛が薄くなってくるっていうところもこの40代と言われているんです。 で次ですね、まあ、50代がですね骨密度が減少して骨折のリスクが、ね、増加するのがまあ50代と言われてるんですねあとはですね、まあ、視力や聴力の低下が進んでくるっていうことなんですけどもこういったね流れがあるんですねで最後ですね、まあ、60代以降になってくると免疫機能が低下して慢性的な疾患や健康問題のリスクが増加するっていうことなんですねあとですね認知機能の低下へです、ね、関節の硬直硬くなるっていうことが進んでくるっていうことなんです ですけども、まあ、これがですね年齢ごとに出てくるですねまあ、老化現象みたいなと思っていただけたらいいかなと思うんですね。まあ、僕いつも動画でもお届けしてるんですけれども、その老化をですね指を加えてじっと待ってるのも僕嫌なんですよね。できたら自分で何度かしてですね老化速度を遅らせるとかですね若返っていきたい美しく老けたいと僕は思ってるんですね。まあ、その流れですねまあ、皆さん年齢ごとのですねこの老化現象ということをお届けしました。でその次がですね老化の4大要因ということでねお届けしたんですけどもまあ世の ちか巷では3で、ねまあ、大原因とかですねいろいろそんな情報もあるんですけども僕はですねあえて4つ要因があるということでねお届けしたんですね。でその1つがですねと、まあ、ということですねで2つ目が10日3つ目がですね炎症4つ目がですね 光老化これがですね僕の中でも4大要因と考えてますでまずね、えー、簡単にですね解説していきたいと思うんですけども1つ目がですねこの酸化ですねこの酸化っていうのはね僕の動画でもよく出てくるんですけどもこの酸素をですね使ってエネルギーを生産する際にですねこの細胞内で酸素が不完全に還元されてですね活性酸素が生じてしまうっていうことなんですねこの活性酸素というのがですねタンパク質などに損傷を与えて老化を促進してしまうこれがね、まあ、いわゆる酸化っていうものなんですね まあその次がね糖化なんですけどもこの糖化っていうのはです、ね、糖とタンパク質が反応してですね糖化最終産物、まあ、AGs っていうものなんですけどそれが生成されてですねこれらがですね組織や血管の機能を損なわさせるっていうことなんですね体内のですねタンパク質や組織が硬くなって機能が低下するっていうことなんですねでこれがですね、まあ、老化や慢性疾患の進行に関与してるっていうことなんでこの糖化もね僕の動画でよく出てくるものなんですけども、まあ、こういったね2つあります はい、えー、続いてですね、3つ目がですね、まあ、炎症というものなんですけどもこれはです、ねまあ、急性炎症疼、まあ、痛とも言われたりとかですね、失神とか発熱の兆候が出るということなんですねこの慢性炎症というのはですね、これらの兆候はなくて内臓などにもですね、長時間くすぶり続けるというものなんですねでこの炎症が起きていることがなかなか気づかないということなんですけどもこれ簡単に言うとですね、まあ、肩こり腰痛とかもそうなんですけどもこれがですね、まあ、筋肉の炎症だと思っていただけたらいいかなと思うんですね そういったものがですね、まあ、炎症という中でですね、老化の4大要因の一、ね、つとして挙げさせてもらいましたで最後のですね、4つ目がですね、まあ、これもおなじみの言葉なんですけども光老化っていうものなんですね。肌の老化の8割は光老化、まあ、紫外線ですね可視光線などの光によって皮膚のコラーゲンや弾力繊維の損傷でですね、しわやシミなどが形成されるっていうことなんでこのですね、老化の4大要因からですね、いかに防いでいくか守っていくかということが一番のポイントなんですね そこでですねこの老化の4大要因をですね守るためにですねまあ、共通点というものを見出したんですねそれがですねいわゆる血流というものなんですけどもまあ、僕の動画でもよくご存知なこの血流だったりとか血液循環のお話なんですねまあ、この老化を防ぐためにですねこの血流の3つのですねポイントをですねちょっとお届けしたいと思いますまあ、血流が良くなることでですねメリットとしてはですね1つ目が酸素と栄養の供給ということなんですね血流が十分であると全身の細胞や組織にですね十分な酸 酸素素栄養素が供給されるということですねで細胞の機能が維持されて老化を遅くするっていうことがまず1つ目ですねこれが酸素と栄養の供給っていうことですね次2つ目がですね老廃物の排除っていうことなんですけどもこれ血流が正常であるとですね老廃物や有害な物質が効果的に体外に排除されていくっていうことですね滞ってしまうとですね細胞や組織に有害な影響を与えてしまうことによって老化を促進する可能性があるよっていうことですねこれが2つ目 はい次3つ目がですね、まあ、炎症の軽減ということなんですけども血流が改善されるとですねこの炎症も軽減するっていうことなんですねで慢性的な炎症はですね老化のね要因の一つにもなりますんでねこの炎症を防ぐためにも血流が大事っていうことなんで老化を防ぐためにはですねこの血流っていうのがめちゃめちゃ大事っていうことをお届けしたんですね、まあ、まあ血流良くすることが大事だっていうことはまあ分かってもらったと思うんですけどもこの血管ですよね、まあ、このの血血液を流すために血管っていうものがある ですね、皆さんご存知だと思うんですけれどもこの血管というのはですね、まあ、動脈静脈毛細血管というのがあって僕はですねこの毛細血管が非常に重要だということで,ですね、まあ、お届けしたんですよね。まあ、毛細血管の役割をです、ね、簡単にお届けしますとですね、まあ、1つ目はです、ねまあ、血管の連結点動脈と静脈のです、ね、連結点なんですけれどもこれがです、ね、少なかったりです、ね、滞ってしまうとです、ね、栄養供給が不足してしまうわけなんですね。その そのためにですね。この毛細血管というのはめちゃめちゃ大事ということなんですね。で、2つ目がですね。この表面積の増大っていうことでお話したんですけどもこれですね。実は血管のですね。99%が毛細血管なんですね。で、毛細血管の表面積っていうのはですね。約6000平米とも言われてるんですね。で、これサッカー場より広いらしいんです。ごい。このイメージが湧きやすいかなと思うんですけども、結構毛細血管は表面積を広げるとですね。サッカーコート1面以上あるって言うことなんですね。で、2つ目がですね長さは10万キロ km。まあ 時給の2週半 で太さがですね0 0 1ミリっていうことなんですけどもこれはですね、まあ、髪の毛の10分の1の太さだよっていうことなんですねそれぐらい細くて量が多くて体全体にですね、毛細血管が張り巡らされているっていうことなんですねそのことによって体がでですすね、ね。健全に機能しているっていうことなんです、ね、まあ、毛細血管のです、ね、役割を簡単にまとめると体中の細胞にですね、栄養や酸素を運んで老廃物を回収するっていうことですね、まあ、2つ目がですね体の血管の99%は毛細血管が占めている3つ目です つめがですね毛細血管が衰えると栄養や水分の供給不良になってしまうっていうことですね血流が滞ってですね血液が流れにくくなるっていうことですねそれがいわゆるまゴースト血管ということにもつながるんですけどもこの老化防止若返りの秘訣はですね毛細血管を増やすことだということですね僕はですねこのセミナーでもお届けしたんですねまあ、僕の動画を見てくださっている方はですねまあ、血流が大事だとか血液循環が大事だということはよくま承知の上だと思うんですけども改めてですねみな 皆さんの前でお話するととでですね毛細血管がめちゃめちちゃゃ大事っていうことが皆さんんに伝わったから、ねまあ、テレビとか、ね、雑誌とかでもね毛細血管は大事だということはですねなんとなく分かっててもですね具体的にここまで分からないんですよね。なので僕はですね少し詳しくお届けしたんですけどもでちなみにですね皆さんにお見せしたのがですねこの毛細血管チェック表というものなんですけどもセミナー中にもですね自分の毛細血管見てみたいなと言われる方はですねチェックしていただいたんですけどもこの中でもですね、まあ、ねじれタイプとかですねループタイプとかあるんです ですけども、こうやって目で見てわかるですね自分の毛細血管の状態っていうのをですね、まあ、把握することによってですね、あもうちょっと自分でも健康意識高めなきゃいけないなとかっていうのを理解できるんですよね。でここからですねまあ、血管マッサージっていうものをですねお届けしたのでぜひ今日もね行っていきたいと思いますんで、えー、一緒にやっていってほしいと思います。 まず一つ目なんですけども、この手のひらの、ね、中央にこの手のくぼみツボがあるんですね。ここをグーッと押すような感じで十回押してほしいと思います。はいいきますよ。よーいスタート。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。はいオッケー。次反対側ですね。えー、一、二、三、四、五、六、七、八。 はいい、OK、よろしいでしでょうかまずウォーミングアップみたいなものですねまず手のひらのですね指、まあ、圧ツボを刺激することによって血液の循環を良くするっていうイメージなんでねこれをですねまず10回ずつ行ってみてほしいと思います。 はい、次がですね2つ目がですね手の甲をですね、まあ、刺激するっていう感じなんですけどこういう形で,ですねもみほぐすような感じですね手の甲をこういう形でこれも10回行ってみてほしいと思いますではいきますよよーいさと1 2 3 4 5 6 7 8 9 10はい OK よろしいでしょうかこれもねちょっと動かしながらですね手の甲でマッサージするような感じで行ってみてくださいでは反対側もですねいきますよよーいスタート1 2 3 4 5 6 7 8 90はいい、OK、よろしいでしでょうか、まあ、この2つでもです、ね、手がどんどん温かくなってくる感覚があればですね血行が良くなっている証拠なんでねこのまま続けていってほしいと思いますはいえ次ですね3つ目手の付け根のマッサージなんですけども手を左手をパーにしてですねこの指の間にですね右手でグッと押さえて力を入れるような感じですねこんな感じですねはい行きます10回用意スタート1 2 3 4 5 6 7 はい、オッケー次、反対側いきますよ。右手をパッと広げてですね、この指の間に左手の指を通します。通して10回。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9。 九十、はい、オッケー、よろしいでしょうか。結構いたって簡単にシンプルにできるんでね。これも続けていってほしいと思います。はい、えー、次はですね、四つ目、指をですね、一本一本こう圧迫するような感じですね。はい、これをですね、十回行いますよ。よーい、さと。一二三四五六七八九十。はい、次中指。一二三四五六七八九十。はい、次薬指ですね。 一二三四五六七八九十。はい次小指いきますよ。よーいスタート。一二三四五六七八九十。はい最後ラスト親指ねいきますね。よーいスタート。一二三四五六七八九十。はいオッケーよろしいでしょうか。 まあ時間の関係上ですね反対の手はですね各自行ってみてほしいと思いますはい次5つ目がですね指先のマッサージなんですけども爪側をですねこう圧迫するような感じですねはいこれを10回ですねいきますよよーいスタート12345678910次はですね指方向につまみます先ほどはね爪方向だったんですけども次指方向ですね はい、これをもう十回いきます。よーいスタート。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。はい、次中指いきます。よーいスタート。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。はい、次指側いきますよ。よーいスタート。一、二、三、四、五、六、一、八。 90はい、オッケー。まあこれもですね。それぞれの指をですね。10回ずつですね。爪側と指側っていうのをですね。行ってみてほしいと思います。はい、ラスト6つ目がですね。指のストレッチなんですけども手をですね。伸ばしていただいてこの指先をですね。反対の手でこう自分の体の方にですね。こう引っ張る感じですね。ぐっと引っ張る感じはい。これでですね。10秒キープです。行きます。用意スタート12。3。4。5。6。 七八九十、はい、オッケー、反対側も行きましょう。はい、行きますよ。よーい、スタート。一二三四五六七八九十。はい、オッケー、よろしいでしょうか。 まあこの6つのセルフケアをですね、まあ、3セットを行っていただけるとですね、毛細血管が活性化してですね、血液の循環が促進されやすくなるんですねまあ、体全体のですね、毛細血管を活性化させるためにはですね、まずこの指先であったりとか足先をですね、健全にしないとですね、血液の循環がですね、促進しないんですね なので今回指先ということでですねお届けしましまたこれをですねまあ足先もそうなんですけども同じように行っていただけるとですね今まで動いてなかった毛細血管が活性化していきますのでね一度取り組んでみてほしいと思います。まあ、あとですねこちらの炭酸生体スプレーホワイトをですねまあかけた後に今のですねこの指先のマッサージを行うことによってですねさらにですね血液の循環が促進されるんで毛細血管がですねさらに拡張しやすくなるんでね血液の循環がですねさらに上がっていきます。 こういったアイテムを使いながらです、ね、セルフケアを楽しんでいただけるとです、ね、続けやすくなりますので、ね、ぜひ一度試ししててみいていと思いますあとです、ね、オレンジの炭酸生態スプレー光老化対策ですね老化の4大要因の1つでもあるこの光老化対策をです、ね、こちらのスプレーでも防ぐことができますのでよかったらこちらも試してみてください。 はい、まあ、これでですね今日も終わっていきたいと思うんですけどもよかったと思ったらいいねのボタンチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょうさようなら。